パイロットウィングス64は1996年6月23日に任天堂から発売された任天堂 t e n 64用ソフト。開発はパラダイムエンターテイメントが担当。本作は任天堂 t e n 64と同時に発売されたローンチソフト3本のうちの一つにあたる。本作はパイロットウィングスの続編であり、空を飛行して、 タスクをクリアするという点で同じである。パイロットとして男女ごとに3名ずつに分かれたキャラクターを選択できる。地形やキャラクターが 3D になったことで進行角度の微調整や視点の変更が可能になり、より奥行きが広くなっている。地形との接触が明確になったことで課題特典に着地衝撃が追加されている。タスクも多彩になり、従来のリング潜りのほか バルーン割りや、写真撮影、ターゲット破壊等が登場している。メインゲームでは、ロケットベルトハンググライダー新たに登場した、ジャイロコプターの3つに登場し、機種別の難易度である、ビギナークラス A 小クラス B 小クラス P 小クラスの4つのクラスごとに用意されたタスクをクリアしていくことが、ゲームの目的である。最初は、全機種ビギナークラスのみ選択できる。 機種別クラスの各タスクの合計点が該当するクラスに設定された目標点に達することで達成した機種の次のクラスが選択できるようになる。また各クラス機種の目標点に応じてブロンズバッジ、シルバーバッジ、ゴールドバッジが授与される。A 賞クラス以上の各クラスの全機種で高成績を達成するとエクストラゲームに挑戦することができる。他にも 一定の条件によって鳥人間となって飛行することができるバードマンがある。タスクに挑戦せずにより広くなった舞台をじっくり飛行する箱庭的な要素もある。また、各マップには小ネタ的な要素がいくつも存在し、それを探し出すのも本作の醍醐味である。競技に設定された目的をこなし、最終的に着陸地点に着地するまでが競技となる。各競技は、 加点形式で評点される。設定されたタスクに関する点と着地地点への着地精度、着地衝撃、計100点で競技によって各得点の最大値が異なる。なお、メインゲームのロケットベルトハンググライダーとエクストラゲームのスカイダイビングは前作に続いての登場となる。メインとなる3機種の競技は、その機種に合ったタスクが複数設定されているが、3機種とも リング潜りが共通して登場する。メインゲームの各クラスを高得点でクリアすると解放されるゲームで3種類、3レベルある。A 賞クラスでキャノンボール、B 賞クラスでスカイダイビング、P 賞クラスでジャンブルホッパーが解放される。自由飛行。クラスごとに高得点を取ると選択できるようになる。マップに存在するバードスターという黄色い星に接触した場合も、 競技を放棄して、バードマンになることができる。メニューで選択した場合は、飛行する、時間帯、天候を各等につき4種類から選択することができる。バードスターを取得した場合は、その時点での天候で、バードマンが始まる。A ボタンで水平に羽ばたいて、飛行体制に入り、B ボタンで垂直に羽ばたき着地体制に入る。水平飛行状態で降下すると、 ウィングスーツのような滑空体制に入る。Z ボタンで写真撮影が可能。ありがとうございます。